戸田忠友の墓、戸田忠友は、下津家宇都宮藩の第七代の藩主。宇都宮藩戸田家十三代。降下四年八月二十二日、戸田家文家の七千国の旗本である、戸田忠氏信の長男として、江戸浜町の屋敷で生まれる。母は、戸田本家八代、戸田忠館の娘である。文久二年五月二十八日に、江戸幕府第十四代将軍。 徳川家持ちの故障となり、12月16日に、十五位下に除位し、源氏元年5月24日に、安房主に任官した。源氏2年、本家の宇都宮藩主、戸田忠弘は、天狗党の乱地に圧失敗などにより、幕名により強制隠居、禁止を命じられ、代わって忠友が、本家の家徳を継いだ。幕府はさらに加えて、 忠友を、道のくたなぐら藩に左遷しようとまでしたが、一門家老の、戸田忠行の尽力により天保は免れた。この功績により、忠友は、慶応三年に一万国を忠行に分与して、四藩高徳藩を立藩させている。このため、宇都宮藩は六万七千八百五十国となった。慶応三年七月二十五日に奏社版。 自社奉行を兼任する形で任命され、慶応4年2月16日まで務めた。母親戦争では、砂漠派として、第15代将軍、徳川吉信の除名弾丸を行うべく、宇都宮藩兵100人を伴って2月に上落しようとしたが、道中の大津港で抑留された。このため、その後3月から4月にかけて、藩内で起きた。 安世直しや宇都宮戦争を自ら陣頭指揮することができなかった。6月8日には新政府から隠居命令を出されて禁止する。新政府はただともを砂漠派と見まして、これに代わる藩主を擁立しようとしたが、藩内で反対運動が起こったため、明治元年11月に隠居を取り消して許している。明治2年6月2日、 新政府から功績があったとして1万国を加増される。直後の反席奉還で宇都宮藩知事となり、明治4年7月15日の廃藩知見で藩知事を免職された。明治6年3月10日に県省のリ政に任じられ、6月29日に省の理政明治7年6月8日に県中京生に任じられ、 学校の創設資金などを教室するなどしている。また、新職を歴任した。明治17年の家族例で死者となる。明治20年12月26日に、正5位に奨奨され。明治25年7月二十4位。明治30年7月に正4位に奨奨され。明治36年に、13位。大正元年に奨蔵くらい。大正13年に、12位。 君三島随法省に少女された。大正13年2月2日に死去。去年78。ありがとうございます。